よし、やるか、早速。郵便屋の不思議な屋敷と。はい。和光津。なんか開始10秒でクリアしたい人いるらしいねって。え、マジそれ。え？何それ？どこ？あ！え？謎の、録画してますよ。謎の、チェスト。謎のチェスト。じゃあ始めましょうか。あー、見えちゃった。やばい。キングソフトさん見えちゃってる。はい、仕切り直しね。はい、どうもー。ということでね、やっていきまーす。よろしくお願いしまーす。我得じゃありません。我得じゃありません。はい。じゃあ、早速やっていきましょうね。バージョン 1.8.1 なんで、きっと、機械なものがあると思います。編集点作るな。よし、やるか。いや、脱出マップ久しぶりだな。BGM 合わない？ BGM 合わない？したら、じゃあこれ。いつもの。よし。もう一回。はい、どうもー。ということでね、今日はこの、郵便が、編集点作るな。言うて俺動画上げるときはタイムシフトそのまんま上げるかんな。全部上がっちゃうわ。はい、やっていきましょうね。説明書。なんかチェスト入ってないんだけど、これ大丈夫？手紙。君が死んだと聞いて、僕は後悔することしかできなかった。許してくれ。君はもう待ってはいないだろうが、ずっと待たせずにいた。約束を果たすことにするよ。え、怖い。君に手紙を送るという約束を。僕はエクジナシだった。君が死んだというのも最近知ったんだ。僕は君を、いや、今更だね。僕の命が残り少ないことを知ってから、君に負担をかけまいと、ずっと。でも君の方が僕より早く行ってしまうなんて、向こうで会えたら今度こそ約束だよ。それまで待っていてくれ。親愛ならゾン子へ、ゾン氏より。いきなりふざけてるな。いきなりお笑い入ったな、今。よし、やるか。え、これちなみにここ入ってないのはいいのかな？まあいいのか。いいんでしょ、きっと。よし！じゃあ、どうすんだ？壊せんのか？ん？積んだ。積んだ。おっつはい、終了って。きっと、あそこのチェストを開けたら次にここになんか入ってるんでしょうね。入ってない。さあ、これが開始10秒クリアか。なるほど。マジか。ちょっと待って、どうすんだろう、本当に。こっからここに乗、あ、いけ、こっからここに乗る感じか。あ。え？待て。あかん。やべ。早速、穴見つけちゃった。やばい。早速、穴を見つけてしまった。
あ、本当に積んだ。本当に積んじゃった、これ。あ、本当に積んだかもしんない。これ変えれるかな？あ、変えれる。ブスッ。ちょっと待って、これは映せないわ。どうもー、それもういいわ。じゃ、こっからの、あれでもここも違うよな。あれ？ここも違う気がする。ちょっと待って、本当にわかんないや。本当にわかんない。あ？やったー。なるほど。そういうことね。はいはいはい、わかりました。隙間ゲーかな？今回も。今回も隙間ゲーかな？ This is not post。これはポストじゃないよって。はい。First book。入れないと、積みます。え？ First book？え？え、ちょ、待って。これ積んだ？本当に。これ待って。本当に積んだ？え？待って。本当に積んだ？マジですると積んでない。なんだよ、びっくりした。大丈夫じゃん。あ、マジでびっくりしたわ。いや、でもつ、あ。ちょ、あ、これは積んだわ。ちょっと待って。ワールド、これ、合ってる？これ。ちょっと待って。ワールドデータがちょっともしかしたら違う可能性がある。ちょ、もう一回やり直すね。ちょ、待ってね。ごめんね。いや、まさかこんなことになるとは思わなかった。びっくりだよ、俺も。俺もびっくりだよ。とりあえずもう一回最初からやるわ。いや、でもこれいろんな人やってるからそんな穴はないはず。そんなことはないはず。うん。はい。マコッツ。普通に、これは、手紙、説明書。手紙、説明書。もっとしっかり探せ。はい。あ、もうゲームは始まってるのね。おお！ほら！まだまだ探すところがある。つまりは、説明あった。説明書があると。何のピースするシングル推奨。初めて作ったのに何か不具合があるかもしれません。お楽しみください。はい。ピースする。よーし。やっと始まるぜ。開始15分。びっくらこいたわ。ここに説明書ね。説明書入れると。はい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 。ちょっとちゃんと探そう。今回ちょっとちゃんと探そう。俺の隙間殺人の腕が試される。ほら、ここにあるもん。ヒントブック。はい。よくぞこの本見つけました。簡単になってしまうかも。いや、見ない。これは見ない。これは見ない。隙間殺人ね。
意外と本当に、あ、なんかいっぱいあるわ。ファーストブック。ちょっと待って。これ、変なところに変な本入れると、ダメなやつやな、多分。ちょっと下げよう。これぐらい。誰も住まぬ館だという町の噂に不安を抱きつつも手紙を届けるため、館に訪れたあなた。ポストが何か探すが、見当たらない。入って誰かを探そうか。はいはいはい。これ、ちゃんと書いてあるところの看板のチェストに、本を入れると。うん。ファーストブック、入れないと済みますと。はい。なるほど。やっと始まるぜ。僕たちの物語。よし、行こう。すっ。おっそっ。いやー、なんかもうあたかもいろいろな隙間がありそうな気配がするな。うん。早くも。ラッター先生の次回作にご期待ください。よし。ごめんなさい。行こう。まず、見当たるチェストと扉の裏を探します。そして、この隙間、あ！レンガがある。けど、なんもない。いや、なんもないことないだろ。なんもないことはこっちいらっしゃい。なんもないことない。なんもなさそうな部屋じゃなくて、倉庫。特になんか、見つからないときは、ドアを開けっぱなしにしていきます。で、エンダーチェスト。ふむ。エンダーチェストか。これは有効活用していくのかな？食堂。トロッコ。これ動かして、こういうの壊していいのかな？壊していいのかな？ブロック壊さないでくださいって書いてなかったよね。ダメ？基本ダメ？じゃあ壊さない。あ、まあまあまあ、毎度のごとくですけど、ネタバレは、J で。お願いしまーす。お願いしまーす。ネタバレしてそうな人いたら各自 J の方お願いします。 NG 共有しておきます。まあ指示中さんもきっとねいると思うんですけど、まあね、そこら辺は各自各自対処していただいてよろしくお願いします。さて、なんかこれといってなんかないな。科学市、これといって、これといって、あ、じゃあこれ30分にクリアできるって言ってたから30分クリア目指すか。で、今から30分ね。20分スタート、30分。はい、発見ブック3。今から30分。用意ドン。ホッパーがある。ブック3。私は寂しかった。一人でずっと。あら、怖い。なんか、病んでらっしゃる。ヤンデラ、メンヘラボッチとかもう、やべえやつだわ。メンヘラボッチ集がする。いや、これ本当になんか隙間ありそう、めちゃくちゃ。こういうかまども見ていきたいですな。
チェスト。1.8 だからなおさら隙間多そうですからね。呼んだ？呼んでないよ。ここ上から見回したら何かがある。ない。ゾンコちゃんがメンヘラチューする感じかな。いやー、待って待って、ここなんもないか。まあ、脱出マップですからね。なんか物語があるなら、その物語もできるだけ解釈していきながらやっていきたいですな。なんもないかな。なんもないかな。はい。ここにあるホッパーも気になる。ホッパー気になるんだけどさ、なんか本入れるの怖いんだけどこれ本入れて積まないかな。本入れて積んだりしないかな、適当に。やめとこうか、とりあえず。あ、なんかあたかもチェストで開いたかのような。不本意に本を入れるべきではない。本だけに。はい、そりゃ本当かい。こいつめ。さて、下水道不用意だよって分かってるわ。臭い。いやよ、ここにいて。怖いんだけど。いやいや、ここにいてしょぼーん。やめろや。俺のメンヘラムとかのがよく使う顔文字つけんのやめろや。ここなんかあるだろ。あった。ブック4。ブック4。ブック1とかねえな。ブック4。このままここに、このままここにいてほしい。怖いんだけど怖いのだがねえ、本当にそういう感じなの。ゾンコちゃん、ゾンコちゃんってなんだっけ。ゾンシ君、ゾンゾンギギン、ゾンコちゃん。ここも絶対なんかあるよな。なんかあるだろうけど、ないか。ないか。ないか。閉めとこう。なんかなんもないとこは。ブック1、ブック2がないな、ほんとに。ブック1言うぐらいだからすぐに見つかりそうだけど、ブック1はもう閉まったんだっけ。ブック2から探せばいいんだっけ。ゾンコちゃんってラッターの彼女。いや、もうゾンコちゃんでもいいから彼女欲しいわ。切実な。あれはファーストか。じゃあ1から探せばいいのか。
あれ？もう探すとこなくないか？いや、あるんだろうけど。立ち見 B ってお前、いらっしゃい。立ち見 B だね。いらっしゃい。おー、お？あ、これか。A。立ち見 A の部屋か？ここは見たよな。キノコ。ここも特になんもなかった。ああ、この本。いやー、これ入れていいかな。千万。手紙、なんかブックさんとかはなんか必要な感じするけど、手紙はこれ入れていいかな。もう入るかわかんないしな。入れとこう。ほっ！入った。やべ。あ。積んだ積んだ。ああ、あって。ああ、あって。マジ？え、これそんな積む要素ある？これ。ないでしょ、そんな。ない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 。こいついつも積んでんな。ないでしょ、さすがに。手紙って最後のポストに入れんじゃないのって。いやもうさ、多分ね、大丈夫だよ。何でもこい、あの、飲み込むから、最後のチェストにもブック3入れとけも、入れてもバレないよ、きっと。うん。バレない、バレない。人生も積んでるしって。いやいや、君たちよりは積んでないよ。さすがに。ブックさんも入れとく？ブックさんも入れとく？え、なんかさ、これ本当に待って、積む。ちょっとさ、既存プレイの人、これそんな簡単に積みます？ そんな簡単に積む？やったことないからわからない。これは大丈夫だと思う。そんなに積む要素あるんだったら、ちょっともうちょっと真剣に。もう積まないらしいから、もうちょっとやろう。さすがにこれで積んだらもう試しようがない。今から始めた風であればまた30分できんじゃんって。ここのトロッコも気になるしな。いや、ここが気になる、やっぱり。ここが気になる。チェストの中にいる。割れじゃない。割れじゃない。てか待って待って待って。本当に。どこだろう。やっぱ、ここの、また奥かな。もうちょい。木のボタンが紛れていると予想。ああ、いいね。
いい線いってんね。いい線いってんね。なんか俺があたかも知ってるかのような。確かに木のスイッチがどこかにある的な感じはある気がする。どっかになんか出っ張りニキビみたいなのあるか。意外とこういうね、本棚の上とかなんだよね、木のスイッチって。こういうちょっとジャンプしないと見えないようなとこら辺にあるんだよ。 F5 で行くか。 F5 で、あ、ここに入れまー。なるほど。階段裏、あ、ここ入ってないや。流行った、ブック1。ここでブック1か。いらっしゃい、見知らぬ方。立ち見仕入れた。あ、ほんとだ。いらっしゃいませ。立ち見 C さん。ここに、あ、123。1234。あぶねえ。ここに本か。あぶれ、あぶれ。誰でさっきブックさんあそこに入れようとか言ったやつ。あぶねえ。危うくだぜ。危うくだぜ。あと2か。確かに行ってない部屋あるとガバガバかよ。確かに。なんかもう全部回った気でいたわ。あれ、ちょっと待って。もうちょっと探索足りてない？本棚なのにカート負けましたっけって。置けますと思いますよ。置けなかったっけ。置けないっけ。置ける気がするけど。いや、絶対ここな気がすんだよな。違うかな。なお、絶な、何ここだって。何この部屋。引っ掛けか、引っ掛けか。そうそうそう、水の音もするしね。で、あそこになぜかレンガブロックがあるっていう。もう絶対気になるわ。チェストに何か入れたらって。いや、怖い、もう。入れるなら、これ貝が入れるよ。でも怖い。さて、あと2。あれ、てかこれ30分って本当に無理じゃない？30分クリア。もう一回このかまどを全部見て。うん、これやったけど30分じゃ無理って。ほら、やっぱそうだよ。もしくはこことか。扉のかまどのこれは取ってるよ。もう扉の裏とかはな、言うてそんなに難しくはない。ここも怪しいな。ここないか、ないか。まあ、とりあえず入れてみるか。1、2がない。3、4。
醸造台に本って入れられるっけ？入れらんなくない？入れられるっけ？入れられなくない？入れられるっけ？入れられるれ？ちょ、もう一回こっち行こう。ここの途中の通路に何かあるかもしんない。上とか。無理やり入れられる方法なくはないですって。へえ。いや、意外となんかこういうとこに2個あるみたいなきっかけがないね。今入れたのが134。うん、このグローストーンは明かりか。翔太に、なんかあれみたい。ムーミンダッシュの人みたい。よし、行くぞ。ムーミンダッシュ。ムーミンカーブ。ムーミンカーブからのムーミンダッシュ。うるせえ！すいません。あれ面白かったわー。面白かったわ、あの動画。爆笑したわ、全部。ぶっちゃけ面白かった。実際めっちゃ爆笑した。階段とこ？違うよ。これはムーミン襲われだよ。階段とこはない。ドロロロロロ。ドロロロロ。はい、あなた。泥水が湧きましたよ。マジかよ。マジかよ。面白いわ。そうそう、アフレコしたやつ。いやー、待って、ここはもうちょっと、引っ掛けっていう体にしよう。本当に、ちょっとないや、これ。本当にないんだけど。本当にないんだが。今やりながら放送を見てるけど、私も2が見つからないって。ほら、ヒントは見てない。ヒントは甘え。あ、みんな2がないの？マジそれ。え、でもないことないやろ。ないことない。あることある。じゃあ2が相当難しいところにあるんだな、きっと。2が。2時間かかったけど見つけた？あ、ちょっと待って、本当に見つけたい。でも、水のとこのボタン押した？何それ？ネタバレ？醸造台はないやろ。逆に単純クラフト。醸造台がどこにあったか忘れちゃったわ。あと、ここか。ここも、あれ、ここ、あ、ここは3があったんだっけ？ここに。あ？違うか。あ？ 3 があったんだっけ？いや、この部屋だよね。この部屋なんもなかった気がする。この部屋、なんかあったっけ？いや、ない。この部屋、あ、怪しい。ちょっと待って、ここ怪しい。ないか、ないか。ないか。
いや、ないか。ないや。どういう脱出ゲーム？え、なんか、ゾンコちゃんとゾンシ君を倒すじゃねえや。助ける系？ 3 はここの1階で、4、あ、ここ、これ、ここだ。いや、この2階は、じゃあなんもないんだよね。いや、やっぱここの2階がちょっと気になるかな。絵画の奥にボタン？壊せない。壊せないから、どうしようもない。右クリックしてもないし。ここで F5 を使うと意外となんか見えるみたいな。そこの2階で30分待つんだよって。え？ここら辺絶対なんか、でもないよな。下。そうだな。本当にちょっと見逃してるわ。かまど部屋。ちょっと待って。今来たけど進展なさそうだから帰るって。いや、お前やばいよ。もうそろそろ進展あるよ。うん。そろそろ進展あるの見逃すよ。いいの？そろそろ、そろそろよ。ここも結構なんか、上らへん。あと30分このままじゃね。いや。てか、醸造台も見れるけど、ないよな。ああ、これはいいキノコですね。そうですな。上とかにボタンが、自分だったらどこに隠すか考えよう。あ？ブックを収めよ。さすれば階段が。全然関係ねえや。いや、意外ともう入ってるないか。ここはあれでしょ？なんか廊下とかにもありそうな気がするんだよな。廊下。ここも入れないよね。廊下。びっくりした。未来から来たけど、6時間放送やって終わってなかったよって。マジかよ。マジかよ。意外と東大元暮らし。かまど部屋はきっともうないだろうな。ナナさん、あと6分で30分経ちます。マジ？ちょっと待って、難しいんだけど。難しいんだが。見つけたけどこれ相当きつい。マジか。ちょっと本当に見つけたい。これ2位見つけたらクリアでいい？2位見つけたらクリアでいい？ダメ。なんかそんな難しいのなんか見つけたいな。こことか、あ、でも見たのか、ここは。相当難しいってことは隙間なんじゃねえかな、やっぱり。相当難しいイコール隙間。隙間じゃねえの？
いや、隙間だったら超得意だから本当に待って。今までありとあらゆる隙間を見つけたとき感動したよって。マジか。とても見つけたい。いや、でもやっぱここの部屋とかもすごい、やっぱな。気になる。ここから見える景色。でも女の穴は見つけられなかったじゃんって。なんかすごい取れる。すごい取れちゃう。いやー、待って、ここもないとも不毛。ホッパーが謎。まあ、確かに分からなくもない、ホッパーな。いやー、廊下、廊下。ここのホッパーにも入れるものがあるってこと？どうだろう。でも簡単に飲み込まれるからあんまり入れたくない。相当難しいって、どういうことだろう。1時間経っちゃったら、ヒント見ます、これ。は、甘えって。まあ確かに見たくはないよな。みんながいいんだったら見ないよ。ないか、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 ないな、ないよな。ヒントは前。じゃあ見ない。でもこういうのでさ、こういうね、探索してると、もう、あれなんだよ。早漏の人が、ちょ、温まってくるから、イライラしちゃうからさ、生主的には、回避したい。だからじゃあみんな我慢して、もうちょっと。お前も早動だろって。俺は早動だけど。絵画裏にボタン。でも絵画裏一応見てるんだよな。いや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 。実はヒントブックが2でしたって。いや、それは それは怒るよ。それは怒る。天井もね、見たいけど、さすがにないやろ。見つけたとき感動したって言ってたかなって。だから相当な、思わぬところ、もうずっと連打してる。あ、うぜ。いやー、でも怪しい部屋って言ったらやっぱ2階なんだよな、さっきの男の。こういうとこにスイッチがたまーに。
このかまどは見た。やっぱここな気がするなぁ。ちげえかなぁ。ここな気がするんだよなぁ。特にここら辺？ないか。あ、ぜひなんか一緒にプレイしながら見るって方もどうぞ。放送詳細に書いてあるんで URL は。お前さっき一周見つけたよなって。え、見つけてない見つけてない。こんな脱出マップで演技とかする余裕ねえよ。てかもう30分経ってるよな、きっと。始めてから。経ってるって。いや、これ絶対無理、30分でクリアて。絶対やる。絶対やるじゃない。絶対無理。東大元暮らし。あとやっぱ水路らへんとかも甘い気がするんだよね。探索。水路らへんとかも。考え方を変えよう。そうだな。もしかしたらどっかに壊せるカーペットがあるみたいな。うん、壊せるカーペットがある。絶対ちげえわ。絶対ちげえな。うん、水路やっぱもうちょっと見るか。水路どこだっけ。あ、ブックにありましたって。マジか。あれ、なんか迷子になるな、このマップ。かまど、ブックに見つけたらから帰るって。でもなんか結構でもまあいるな、見つけてる人。ってことは俺でも見つけられるよ。同じところに2個あるかどうかっていう固定概念のせいでもしかしたら探し忘れてるかもしれない。そこはかまどやろ。いや、なんかありそう。ないか。ないか。ないか。ボタンもないよね。はて。でもこのここにいてっていうのはちょっとここで待ってるともしかしたら降ってくるみたいな。
降ってくるみたいな。なわけねえか。いやー、いやー、やべえ、難しいじゃんこれ。これ簡単って言われて聞いたんだけどな。結構難しいじゃん。ここが最大の難関かもしれない。何かも頑張ってた。何日かありそう。いやでも俺ね、脱出マップは最大でも8時間なんで、寝ちゃうんです。その記録を超えることはきっとないでしょう。うん、最大、ま、最大8時間頑張ったんで。いや、感動したいなぁ。自慢にならない。え、でも8時間やったよね、本当に昔。いや、皆さん、魔女の館っていうね、脱出マップとてもおすすめです。はい、とてもおすすめ。ぜひやってみては。まあ、あれを超えるね、脱出マップはない。うん、あれは超えるのない。そのチェストの奥のレンガの階段の横にチェストとかない？ここはでもないよな。絵画を剥がすのはダメらしいんで、絵画あってもメイクリックを押せば多分チェストがあればできるからないんだろうな、きっと。あと1分でヒントって。ヒントもうここまで来たら見たくないな、あんま。いやー、楽しくなってきたー。楽しくなって、さっきのやっぱバグを、あ、ほら、これでこれで、不正するな。逆にもできないって。どうやってやってんの俺。なんかやばい、しこって。スコスコしてる。あ、どうやって行ったっけ？あれ、行けなくなっちゃった。行けなくなっちゃった。でもさ、ここのバグを利用して、そこの穴に入るとかさ、違う？いや、まさかそんな脱出マップは、ないか。さ
さすがに、バグ前提とか鬼畜すぎだろって。いやー、マジか。なんか続々と見つけてる。倉庫はない。バグを利用しないなら倉庫はない。順番的になんだから最初に見える位置に近い方なのでは ?1 ってどこにあったっけ?でも。そろそろ早漏先輩湧きそうって。確かに。そろそろヒント見るハゲって言ってきそう。階段裏か。ここか。ヒント見るハゲ。ここに1ってことは、で、ここに3か。ここに3。やっぱヒント2の1つや2つ。廊下にあってもおかしくはない。おかしくはない。ライセットさんはコーツ、いらっしゃい。廊下にあっても、おかしくはない。廊下マジでちょっと丹念に探そう。試しに描画優先にしてみたら?描画優先?これで変わる?ちょっと待って、なんか見えちゃいけないもの見えてる気がする。やめた。ちょっと待って。完全になんか、見えちゃいけないもの見えたでしょ、今。あれ?今見え、なんか見えなかった今。あれ?見えてない?いや、見てない見てない。何も見てない。いや、何も見てない。全然ここが怪しいとか思ったことない。全然、全然、怪しいとか、かまどが見えただけ?いやー、じゃあもう一回ちょっと試しに。ん?なんか赤い石が。やーめた。これはあかんやつですわ。これはあかんやつですわ。でも全然ここがなんか怪しいとか思ってない。全然。ヒント見るか?ヒント見るか?ちょっと。いやーでもなんか ここのヒントってガチヒントかな?だったらリスナーさんから聞いた方がいいな。ね、じゃあさ。ヒント見たけど大丈夫だよって。ヒント見ても意味ない?え?まずは階段を出すためにブックを探そう。隙間を探してみよう。ヒントにアイテムは正しく使おう。そして空いた部屋へ順々に。どこが覚えたのか確認しよう。最後に何を告げて引っ掛けも出てきます。無駄なアイテムは一つもない。最後まで持っていよう。なるほど。なるほど。初心者さんにも親切な
あ、やべ、手紙が。いや、貝があるから。貝があるから。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。いや、もう絶対ここだと思うんだが。ちょ、待って。ないやろ、こんな意味深な部屋ないでしょ。うん。こんな意味深な部屋はないよ。こんな意味深な、ちょ待って。と、なんか、と、なんか、ダメだ。お、置いちゃうってか、クリックしちゃう、もう。クリックしちゃうわ。じゃあ分かった、ちょっとさ、みんなさ、廊下か部屋かだけ教えてくんない？廊下か部屋かだけ。部屋なんとか部屋。そんなないか。あなたの心の中ってやかましいわ。いやでもさ、やっぱさっきの描画のやつ的な意味で言ったらさ、やっぱり、やっぱり、ここに何か入れるみたいな、そんな感じ。え、でもさ、そんなのはなくない？だってこんなの中に入れようみたいな発想ある？まさか。ああ、ない。ないないない。あ、ないや。あ、ないや。さすがにね。さすがにそんな、びっくりするようなことはないやろ。これ音符ブロックってか、ジュークボックスだよね、これ。じゃあ、部屋か。まあ、かまど部屋。かまど部屋か。かまど部屋はでもさすがになさそうな気がするけど。かまど部屋はでも、ないわ。さすがにちょっとイライラしてきちゃって。出た！湧いた。怒んないで。怒んないで。こんなーいで。ここもない。もうちょっと的閉めよう。絞ろう。ここに絞る。絞らないけど。もうここマジ、隅々まで。やっぱこのほっぱー。ホッパーだよ。何このホッパー。違う。ごめん。違う。
いやでも入れるのだって海外入れたらさ、わけわかんなくなるじゃん。このアイテムもともとないやつだし。まあ、最終的には入れるけど、手紙のとこで。レンガの下のあれは何？レンガの下、これ？かまど。うん、これも開けらんないの気になるね、確かに。あ、でもさ、この装備は、使えるんじゃない？取ってこれ。これは、仕様ってか、取れる的な意味で使ってね、みたいな。そういうやつじゃない？飲み込まれた。飲み込まれたわ。ある。あれ？本は入るのに。あれ？じゃあ本入れんじゃない？あれ？ヒントブックは入れる。いや、待って、怖い。ちょっとどうしよう。あ、普通に容量がいっぱい？え？そうだよ。これ入れんじゃない？普通に。てか、これいらないやろ。もう。ああ、確かに。ヒントよく見つけましたってなったから、これは確かにいらないものか。いやー、じゃあダメだ。じゃあもう今何のアイテムもない前提だわ。イライラしてきてさっさとやれ、ゴミくず、底辺ゴミニートって。はい、君特定ね。生 ID。はい、はい、君特定ね。あー、なになに？チョコレートスフレをマイリスト登録しました。あ、かわいいね。はい。よし、行こう。怖くないよ。いや、でも、ダメだ。ちょっと待って。本当に、出ないわ。どうしよう。本当にピンとこない。本当にピンとこない。剣ですね、怖すぎてちびりました。 いや、優しい生主として有名だから。かまどに名前違うやつがあるんじゃないって。さっきの部屋、ここの側面違うよな。隙間を探してみよう。だからやっぱ隙間ゲーなんだろうな。ブックを4つ探そう。隙間を探してみよう。部屋の隙間でしょ、やっぱ。部屋の隙間。
部屋のす、ん？いや、違うか。違うか。出力してるだけか。くそ、紛らわしい。くそ。出力してるだけだ。いやー、もう、マジねー。ねねねねー。一つだけ明かりがついてないのは、ブック2の本入れてないから。いや、描画奥はちょっと、いやー、もうどこの本かも聞、どこの部屋かも聞いちゃう、これ。いやー、負けた気がする。超負けた気がする。かまどの名前が変わってる？変わってないね。負けだよな、完全。完全にこのマップに敗北するってことだよ、それは。それはつまり、このマップに負けを宣言するってことよ。もう勝負ついてくからって。じゃあちょっと皆様よければこの私めにどこの部屋かを教えていただけますでしょうか。あとはやるんで。そうか。嘘。ここ？いや嘘だ。嘘。え、ない。ないです。やっぱバグじゃないの？いや、バグを利用。あ、隙間に強いわ。ガバガバじゃねえか。あー、負けたわ、もう完全に。これは負け。あー、入れるやろ。入れません。いやー、なんかすげー敗北。あ、立ち見 B さんの部屋だ。あ、こっち。あ、立ち見 A さんと違ってちょっと広いですね。あー、マジかー。B の宝を収めよう。B の宝を収めるらしい。立ち見 B の宝を収めよう。俺らの部屋で着替えんな。いや。ゲーラー疲れた。あ、立ち見 C さん。あ、こっち。いや、もう騙されんぞ。もう、
絶対ここあるやろ、何か。いらっしゃいって。いらっしゃい。ないか。まだまだよの。まだまだ衰えてない。まだまだ衰えてない。立ち見 C の部屋に立ち見 B の宝があるって。お前仲いいな。でもこれが B の宝なの？ B の宝じゃない気がする。え、じゃあこれは B の、あ、待って待って、C の宝を収めようって書いてある？ちょっと怖いから入れるのやめよう。もうちょい探そう。はい。あ、もう喉枯れてきた。今思ったけど、アリーナの部屋なくねって。確かに。アリーナは屋敷全部。なるほどね。なるほどね。この旗とか、旗とかいろいろと、なんだろうね。あ、いや、ここは後回し。いやー、てかこれ本当に30分で終わんねえよ。終わった人、嘘だ。嘘ばっかり。視聴確執。見える。あ、見えたー。見えた、見えた、見えた。これは見えた。これビーコンか。意味深な部屋。あ、見えた。なあ、いや、まだ見える。ほらー。よし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 。冴えてる冴えてる。まだいける、まだいける。まだ現役。まだ現役。まだ現役。覚醒。ここは？かま、あれ？このかまど見たっけ？見てないか。なんもないだけか。よし。じゃあここはもうないな、きっと。鍵。何の鍵だろう。鍵。あ、なんか開いてる。荷物置き場。うわー、これあれか？パズルゲーか？下手に触らないで。慣れ慣れしいな、なんか。慣れ慣れしいな。正面。どういうことだろう。え、これさ。これさ、怖くない？え、これさ、下手に触らないでって積む可能性があるってこと？またそれは。いや、でも、粘着る。ここが邪魔なのか。あ、なんかいっぱいあるわ、でも。
や、なんかもう適当にやってればつきそう。適当にやってれば、つきそうな気もする。これは？こうして？こうして？で？これか。で、で、で、寝ちゃうんです。こうして、そこか。ん？そう、そこを押して、どうだ？ここの、あ、でもこれ違うな。違うな。あれ？あれ？何かが、あ、これでこうか。あれ？チンパン？審判？下。あ。いけました。いけましたが。が？ぬるぽ。こうか。はい、やったー。ふぅ。いや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 、なか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 やで、これ。なか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 。敗北してからテンション下がってんだろって。いや、割とね、いや、答え聞いちゃったなーって、思ってる。割と来てる。じゃあこれ B の大丈夫だよね。いやでもこれ以上先進めないもんな。ここに入れていいはず。いっけー、入んねえじゃねえかよ。あ、これかな？あ、ちげえ。鍵ってなんだろうね。そうだね、1階行こう。鍵かかってそうなところ。こら！こら！こら！え、これ鍵って何？ふふふ。鍵ってなんだろう。おめさんからございます。
看板にやる？まさか。自分らしさってなんだ。あ、入った。開いた。わーい。いろいろ開いてる。いや、てか長っ。長くない？普通に。まだまだあるな。まだ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 だな。はい、ミッケー。これ、醸造する系か、もしかしたら。さて。大体、ブックにのせ、うむ。録画ファイル大変なことになるって。いやー、でもそうなんだ、 OBS の録画だから別にいつも録画してるし、言ったらいつも生放送は録画してるからそんな変わんない。ラッスンご礼ないってなんですの。はい、ミッケー。ここだ。あー、録画してんならループしろよって。いや、それはわからない。いや、なんか引っ掛けが多くなってきたな。引っ掛け問題が多くなっ、あー、なんかある。あ、待って、上、いや下からでいいか。あった。開いたのか、どっか。あれ、今なんか開いたよね、どっか。くっ、いや待って待って、ここまだ、ここまだなんかありそう。さすがにないか、さすがにここはないか。で、ここはもういいと。どこ開いた？何室だってか。科学室に、ここか？ここは違うな。ここか。食堂。ふぅ。絨毯の下のかまどはなかったよ。ここでしょ？ね、この部屋もうちょっと見ようかな。いや、でもないか、ないか分かんないけど、とりあえず空いたとこ行こう。水のとこのかまどはブレイズパウダー。いやいや、本当にいろいろなんかあるな。容量たっぷり、容量たっぷり。とかにあったらびっくりするな。よし。このアドベンチャーマップでもポーションと入ってくるなって。これは原木か。いや、待て待て待て、これは、これは、これは、引っ掛けか？本当に引っ掛けか？本当に引っ掛けか？草ブロックっぽいね。うん。はい！
はい。あー、なんか引っ掛けが多くなってきた。なんだこれ。TT 様、こうっていらっしゃい。引っ掛けのレベルも結構高いんだよね。地味に難しいとこの引っ掛けが。ここで1時間近く積んでるので、ラッター助けて。いや、待て待て。またここで積むの？ええー もうやだー、もう もうやだよとりあえず、この謎のアイテムたち、ここは行ったっけ？行ってない。行ってないな。これ記録更新あるよって。いや、マジ？ 8 時間超えちゃう？ あった。左で音が。左？ 2 階か？いや、待って、大丈夫か？ちょ、待って。移動しすぎな感じがする。まずここ、あ、ここか、普通に。どの部屋にもヒントまたは物があるよ。正面から左へ行こう。なんか慣れ慣れしい。実は庭に詰まる時もありよ。50点じゃねえよ。50点じゃねえよ。どういうこと？どの部屋にも何かしらあるよと。正面から左へ行こう。正面から左？ここはもうないか？部屋多いな。正面から左ってなんだろう。正面玄関から左ってこと？とりあえずちょっと回るところがいっぱいあるな。化学室2の看板も見ようとか言ってたな、誰か。看板、どこにある？ああ、正面ってピストン部屋か。4つの材料を収めよう。あ、ある。だ、入んない。小野銀だわー。おのれ銀座って。小野銀だわ。ちょっとごめん。ちょっと見ていい？うっせえよ、ゴミニート。夜遅く失礼します。ただいま放送されているものは、後ほど YouTube にアップされるんでしょうか。皆さんありがとうございます。お手数で書いて申し訳ないです。お先に失礼させてもらいます。まあ、何があったんだよ、こいつ。何があったんだよ、この短時間で。20分ぐらいで。ちょっとそのコメント。何があったんだよ。こんなん草生えるわって。ちょっと罵声。チェスト部屋行くか。チェストじゃねえ、ピストン部屋か。
20分で何が改心したわ。正面の左って言ったっけ？正面から？4つ入ってない。あと1個。正面から左？コメビュー NCV だよ。普通にこれは、あれかな？向こうに行けよってこと？それは。うん。普通にあっちに行くんだよっていうヒントかな。そういうことかな。そう信じたい。てかマジどうでもいいけど、この鍵ってなんだろう。この鍵なんだろう。視聴学室はもうなさそうだけど、ぶっくり見つけたよ。もう余裕だったよ、マジで。余裕のよっちゃいんだよ、もう。鍵はこれね、ワイヤーフック。食堂。食堂は何も見つけてない気がするね。確かに。なんかあったっけ？うるせえ敗北者だ。やばい。枠ぶっ壊れたかもしれない。なんか最近多いな。枠ぶっ壊れかも。次止まったら枠取り直そうかな。ちょっと待って、ここら辺なんか ここら辺なんかありそうなんだけど、どうなん？一般 TS 先輩に謝ってって。だからプレミアにしよって、あれほど言うたのに。ご参加ございます。なんか今日すげえ多いな。うう。廊下からテーブルの下、あ、確かに。すっ。あ、見えた。あ、ちげえや。なんでもない。なんでもない。ないです。ここもまあ、アイテム一つは見つけたとして、でもあと一個か。あとこのキノコもどこに使うかだな。腐ったキノコ。お前らのキノコ。どっかなんか、花壇っていうか、この、何？植木鉢空いたところに入れるとか。空っぽの植木鉢あったっけ、どっかに。やった気がする、廊下に。ないっけ、そんな気がする。
違うか、さすがにそれは違う。寝ざぼ取れないのって、いやさすがにあの額縁に入ってるやつから取ったらチートだろ。ネザーボート虫って醸造台に入れんじゃねえ？え？あ、ふぅ。お前さすがに、さすがに、ピッシュ。いや、待て。待て待て待て。待て、ダメ。ちょ、入れとくこれ。ガバガバ。いや成功法じゃないでしょ。だって終わるよこれ。終わる、終わるよ。うん。けど壊しちゃダメとは書いてないんだよねって。え、待って、ま、じゃあ、他のも壊れ、他の壊れなかったら、成功法かもしんない。よし。よし。探そうね。しっかり。しっかり探そう。この部屋は、この部屋はでもこれを入れたことによってもういいのかな。そうさね。そう。今終わってないのって鍵と醸造、そうそうそう、あとキノコ。ここはまあここだけでいいよね。一つの部屋に一個だから閉めとこう。ここか。あ、ここキノコあったんだっけ。ここにキノコか。じゃあないのか。2階からしらみつぶししていこう。ん？いや、これはレバーか。この、これがトラップチェストってのもちょっと気になるんだよな。あと、このレバーの奥がつながってってるってのは、つながってるってのはなんかないのか、ないか。じゃあ食堂かな、やっぱ。あとはいくぞ、いくか。1時間30分経過って、いやー、とても難しい、いいマップですな。うん、とても、とても難しい。いや、違うか。ここ、クモの巣というフェイクで、いけ、ない。
こかな。じゃあチェスト？違う。確かにチェスト見てないな。チェストが置いてあったら乗れないっけ？こういうところ。乗れる気がする。あ、梅ジャム。上にあったら分かんない。確かに。でもない。あ、待って、こういうところの、あれ、ここのチェスト見たっけ。いや、怪しい。これ見たっけ。ないか。でもな、ないか。蜘蛛の目入ってたっけ。ここないや。いやー、食堂もなくねこれ。なぐねこれとか言って、ちょっと故郷の言葉が出ちゃった。殴れ。ここに乗って、あ、違うか。ここに乗って見える先には、違うか。穴あった？すべての部屋にヒントまたはアイテムってあったじゃんって。え、ここに蜘蛛の目あったんだっけ。あれ、ここにあったんだっけ。あ、でもまあ見るか。こんなところは。そうだっけ。食堂でアイテム見つけたっけ。したらば、したら、あと一個マジどこだよって話よ。あと植木鉢の、空っぽの植木鉢もどっかにないかなーとか。いやいや、あ、梅ジャムまだいるかな。オリュー。これ何時間かかった。ちなみ何時間かかった。2時間くらい。じゃあ俺もあと5分でクリアできるわ。あと5分。じゃあいけるわ。任せろ。何か。3時間。時間か。いや、てかやっぱこのマップさ、30分は嘘だ。嘘。いや絶対嘘。いや、てか何しようとしてんだっけ今俺は何をしようとしてんだっけ。自分らしさってなんだ。
自分らしさってなんだ、自分らしさってなんだ、人とは違うで顔差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、教室に向けて書いてあった、うるせえ、ムーミンダッシュ、ムーミンカーブ、ムーミンダッシュからのムーミンカーブ、いや、キノコ。お前絶対許さないからな。キノコ。俺ジャックって。あー、そうですなぁ。泥水飲ますから。やめちくりー。先輩湧いてる立ち見えで、ふぅ、てかもう2階はさ、そろそろ廊下じゃない、そろ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 廊下にさ何かあんじゃない、何かそろそろ廊下要素入ってもいいっしょ。さすがにこんなごまごました廊下に何もないっていうのは、ここの、ここにないか。2時間経っても攻略できないってゲーム初心者かよって、はい、すいません。はい、すいません。あ、ああ違うか、違うか、ここだけ海底神殿ブロッカーの気になるって、これ、確かに明かりじゃない、これは違うか、確かに気になるな、そこのレバーやれよって、やったわこれもう、すげえパタパタする、閉めたらまた何か起きるとか、閉めてここ登れるようになってどっか押せる的な、フフフ、これマルチで使える、マルチでもできんじゃない、スカイブとかつなげば、コマンドブロックはそんなにない気がするし、まああるけど、ワープとかあれは別だけど、さてでは、ちょっと集中力が切れてきた。ああ、髪切りたい。髪切りたい。この部屋なんかあったっけ？この部屋ここになんかあったっけ？途中でやめるはない、途中でやめるはないよ、途中でやめたことはない、ここで蜘蛛の目だよね、ここでなんか蜘蛛の目で、食堂はさ、やっぱさないよね、見つけてない気がする、俺も食堂は、うん、そんな気がする。
そんな気がするんだけど。食堂どこだ？そろそろ眠いんだけど、巻きでお願いって。負けたら巻いてるわ。負けたら巻いてるわ。もうくるっくるだわ、もう。くるっくるだわ、もう。何が巻きでお願い？ふざけやがって。ふざけやがって。ケーキを食おう。確かに醸造台に入ってるアイテムを見つけるってことは、醸造台を一つ一つ見ていくっていうのも、階段ブロックの1マス分空いてるとことかないの？階段ブロックはどこにあるかだよね。あれ、ここも見てない。次の部屋を見たのか。これもちょっともらってこう。ムーミンダッシュって何って。ここにあったから、まあいいのか。追いはぎ。ちなみに今これ現在進行形で一緒にやっている人おる？おりゅう？おりゅう。進捗どう？進捗ぶっくりで止まってる。クリアした。同じとこ終わった。2時間でした。クリアクリア。あ、結構やってるってか、みんな。結構やってる人多いな。同じとこで止まってる。なんかやっぱさ、積みどころ同じなんだね、人間って。そりゃそうか。そりゃそうか。すごい、すごい。みんな、やってるんだね、意外と。脱出マップ。ヒントいつでも用意してますねって。いや、待って。もうヒントマジでね、もう一回俺敗北してっから、これ以上求めたら、もう本当に大敗北になっちゃう。遠征大失敗。うん。遠征大失敗。いや、だから階段とかスルーしちゃうけど、割とありそうじゃない？盗撮なカンコレ。いやー、カンコレ、昨日の面白かったなー。いや、面白かったわ。てか、駆逐隊かわいいわ。一人前のレディかわいいわ、やっぱ。うん。一人前のレディかわいいわ。五六はネタバレしたら、コロコス。コロコスってなんだ。はい、ロリコンって。
いや、彼女たちは可愛いよ。びっくりした。くっそー、イラつくぜ。話を。なったカンコレしないのって。おやおや、いけませんね。俺にカンコレやらないのって。いけない子だ。僕、カンコレ、やってたことあるから。やってたことあるけど、ちょっと、ね。頭が、割れるように。いや、やってたよ。一年半もないか。一年前ぐらいやってた。いや、やってて、なんか、カンムスたちを、大破させまくって、その大破させて、二撃をずっとしてなくて、大破をね、4ページぐらいまで貯めて、放送を撮ったら、もうメタメタに、荒れて、メタメタに、メタメタのメタメタに放送荒れて、やめた。ブラックチェンジフって。そらそうよって。いや、ゲームじゃんだって。だってゲームじゃん。だってゲームじゃん。当時なんかさ、カンコレ民もね、結構怖かったんだよね、あの時は。その本当に自分の嫁が、ごうちんした放送なんてあったらもう、本当に、ぐちょぐちょだよ、もう。ぐちゃぐちゃだよ。今も変わんない？そっか、今も変わんないのか。今も怖い人いんのか。怖いな。水の奥ってとこ。イベントのために学校休んだ俺謝れって。いや、それ自慢なんねえから。いやーねえ、もう本当に。化学室。いやー、なんかもうどこの部屋回ればいいか分かんなくなってきたなー。待って、化学室の、ここの水？まあ、全部見たよな。ラッターさん、バレンタイン2日前なんですが、やっと彼女ができましたっていうことでね。このチェストの間にあるとか、鬼畜すぎ？あと何で止まってんの？ネザーウォート？ネザーウォート。別れて死ねえた。 言いすぎ。この部屋ってさ、ヒントってこの、これだけだよね。アイテムはまだ探してないよね。でも今本当に、チョコレートに自分の体液を入れる女の子が流行ってるらしいね。あれ、待って。なんか低くない？ここ。関係ないか。関係ないか。
昔からいたよって。いやもうそれでもいいからチョコ欲しいわ。いや嘘、さすがに嘘。はあ、バレンタインか。マジ。マジ。あと2日か。いや、でもまだわかんねえかんな。明日もしかしたら彼女できるかもしんねえし。もしかしたら、もしかしたら、明日彼女できるかもしんねえし。ないって。まあ、明日外出る。外出る用ないんだけどさ。そもそも好きな人いんのかって。いるよ、好きな人ぐらい。お前らだよ。やったやったーって言ってる人いる。マジかよ。いやー、そう、あ、ないか。そんなこと言ってくれんのお前ぐらいしかいねえんだよな。ちょ待って、やめて。やめてください。アイアムのんけ。アイアムのんけ。そう、ベリーグッズ。ここの下はないよな、きっと。この部屋はもうない、本当に。この部屋は本当にない。ここの、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 いやー、あと、こ、ま、待って待って待って。ここまでも、ま、ここにあったんだよな、一個。ここだよな、このなんだ、メモ帳と弓と旗？謎の。いやー、でもなんかこれも引っ掛けな気もするんだよなー。あー、同性婚認められたらしいね。渋谷だっけ。とうとう日本も。日本もとうとう。んー、でもないか、ここも。ちょっと、ないんよ。ないんご。ご。で、ここなんかどっかさ、かまどがなんか隠されてそうじゃない？めっちゃ止まんよー。めっちゃ止まるんですけど。爆買いはでも、まあいいかな。今いい感じだし。取れなくなったら買えるか。でもないか、かまどすら。かまどもないか。ないないな、ないね。ないね。枠取り直して席替えしよう。シーナミカンって。席替えですか？
復旧できなくなったら枠取り直すけど。あ、なんか臭いオーラが。これか。ピシュ。いや、ちょどうしよう。ちょどうしよう。ねえ。ちょっと、本当になんか、雑談枠になってる。雑談枠になってる、完全に。やばいやばい。潔く、負けを認めよう。いやー。何もしないインクラフトになってる、本当に。醸造台調べてこって。いや、もう醸造台全部調べてよ。醸造台はもう全部お風呂行ってくるって。いやー、君今お風呂行ったらやばいよ。今風呂行ったらやばいよ。もうこれかな？あ、あった！あれ？まあ、こんなとこかよ。いやー、マジか。びっくらこいたー。はぁ、もうない。ああ、部屋の水調べたよ、上下。ピストン部屋？いや、ないよ、ピストン部屋も。今何してる？今はネザーボート探し中。ヒント、鉄の扉の部屋。いやー、求めてないんだけどね。いや、なんかコメントだったからしょうがねえなこれ。いや、しょうがないしょうがない。コメントで あったからしょうがねえわ。ネタバレは極力 J でお願いします。まあ、言うて鉄のドアの部屋とかあまりあれだな。いっぱいあるな。ここ待って。はあ、クソが。クソが。かけ多いなぁ、マジ。上げて落とす。今絶対来たと思ったわ、今。こんばんは。はい、こんばんは。ゆっくりしていってね。ツタン。いやね、やっぱ食堂じゃね、もうやっぱ。なんかもう本当に、ぐる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 してる。やっぱここだ。もう、ここしかない。
そこ以外ありえない。進捗どうです？進捗いい感じですね。それがありえるかも。ミルク色のねね、コーヒーカップのっといたら、私が私を見つめてました。敬礼しながら歌え。ははは。国歌かよ。いやー、まあかん。ちょっと、ごめん。ちょっとどこの部屋かを、ちょっと、この顔に免じて、教えていただけたらなと。いやー、でもなー、ちょっと難しくないですか、これ。あ、行っちゃった。食堂、ここ。二度目の敗北。遠征大失敗。待って、でも食堂。食堂って、やっぱもうここら辺じゃないの？いや、ないよな。入れない、いけないし。いや、でも、もしかしてここ？またなんかこういう系か？ん？違うよな。今日のだったら自分にやばいなって。いやー、なんかもう難しいわ。確かに甘い。年かな？確かに甘いな。自分に甘い。幼児、第二次成長期を迎えてる。最近さ、おっぱいとかよりさ、足の方がいいんだよね。いきなりなんだけど。どう思う？胸とかより足の方が分かってんじゃんって。はい、バカ野郎。見なかったっけ？見てないか。見てないっけ？調べ方が雑。せやな。そうだわ。完全にそうだわ。カチャリ。いやー、なんか心臓痛え。ダメだ。今度脱出マップ合宿しないと。脱出マップ合宿しないといけない。どこ開いた？資料。
脱出マップ合宿って言っても、脱出マップってそんなないんだよね。空にしてはいけない。空にしてはいけない。何よ？チェストか？音左だよな。左下左下。え、こっから先が分かんない。ちょっと待って、もうやだまたなんかそういうわからないの？変わったところ。変わったところ？あれ？でもここら辺だよな。周りをよく見ろ。周りを。あの手の間違い探しみたい。ほんとだよ。もう一回聞こう。あれ近くね？あれ？この部屋か？違うな、さすがに。近い？とても近い気がする。左上。え、な、窓隣な気がする。窓隣な気がするけど。あれ、この部屋じゃないの、じゃあ。あれ？この部屋じゃないの？さあどうするって話？でもここの左だから、ワンチャンしたっていう願いを込めてこことか。いや、変わってないか。もしくは食堂？その部屋は変わってないんじゃない？スッスッ、うん、この部屋は変わってないでしょ。今来たはこれ順調ですか？とても順調です。はあ、暑い。いやー、脱出マップ、楽しいなー。脱出
スの楽しいぜ。鍵もどこで使うか未だに分かってねえなぁ。行きましぇん。あと1時間で今日も終わるねって。今日も何もしない一日だったなぁ。はあ、何事もない、とてもいい一日だった。平和でいいじゃんって。いや、平和すぎるんだよ。平和すぎるっていうか、平和なのか、果たして。自分らしさってなんだ。とりあえずこれ言っとけばいいかあるわ。俺たちって生きてる意味あんまないよなって。もうなんかすげえ鬱になってきた今。すげえ鬱になってきた。やめる、ちょっと今日もう。やめる、もうちょっと。なんかもうダメな気がする、今日。精神攻撃をしてくるマップって。人とは違うで差をつけよう。コンビニの雑誌コーナー。 BGM で気がめいる。A の部屋の上って何かあった？ A の部屋？立ち見 A の部屋って一回だっけ？表紙に太字で書いてあった。あっ！わあ！会っちゃった。やっと立ち見 A の部屋が開帳した。ラストブロック。どうしても帰ってしまうの？嫌よ、行かないで。また一人になるの嫌なの。あの人から手紙が届くはずなの。約束したんだもの。それまでに一緒にいてお願い。手紙飲み込まれたんだけど。手紙飲み込まれちゃったんだけど。あ、なんか暗くなってく。あ、待って、怖いんだけど。行きます。ビビりすぎって。どこ開いた？開いてない。あれ？
あれ奥が開いた？あれあれあれ何やってんだ俺。どこ？階段左の部屋？あ、これか。あ？あれ？ 2 階？ 2 階の資料の隣。あ、図書館か。落ち着け。あ、なんだ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 ？あ？あ？ああ、なんバグ？バグか。あ、消えたかと思った。あ、消える。あ、消える。消える。ビビりじゃないよ。ビビりじゃないよ。バグだよ。怖って。これは怖いわ。あ、アスレチックだ。行くぜ。ほら。な？どうだい？簡単だろ？俺はジャックって言うんだ。なんかアスレチックになってきた。ハマりすぎだろ、ムーミンって。いやあ、あれはだって俺はめっちゃ好きなんだけど、あれ。ガチでずっと爆笑してたわ。あ、階段。ちらっ。鍵を収めよう。一個？あ、一個。ここで鍵か。あれなんか迷路だ。あれ迷路だ。迷路得意。ほら違う。ほらほらどうだ。ここだ。これ何？別にいいんじゃない？落ちて。なんかまがまがしい。残念。え？これまた鍵でいいの？残念ってなんだ？あれ、バッドエンド？待て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 、ちょ待って、帰っちゃうのねって意味？行かないでって意味？ラストブック、ヒントブック入った。グッドエンド。グッドエンド、お楽しみいただけましたか？ありがとうございました。え？え？何？この煮え切らない感。ここで一個まだ使ってないヒントを思い出そう。え？待って、キノコがある。
ということでね、今日はここら辺で終わろうかなと思います。いやー、とても楽しい、とても楽しいね、マップでしたね。はい、まあ次回というか、この続きは皆様の手でね、やるということで。あー、何？トゥルーエンドがあるの？このゲーム。マジ？それ。マジ？それだけ教えて。マジ？こっからまだ行けるとこあるよって。どこだどこだ、ここか。あら、え、手紙やっと届いた。娘がお世話になりました。娘のいたずらにかまってもらいありがとう。ねえ、ちゃんと遊んでたの？姉ちゃんと遊んでたのずるーい。入ったけど。あ、めっちゃ入る。めっちゃ入る。看板見逃してる。ごめんね、私も眠るとするよ。誰だ？あれ、ゾンコちゃん？ゾンシ君か、これは。え、これでクリア？これで、ここでさっきのピラミッドに行くと、あ、あ、やったー、あなたは全てのアイテムを探し出し見事クリアしました。おめでとうございます。やった。なるほど。ちょ、待って。不正に不正を重ねたエンド。あれ、これキノコはどこで使うんだ。ここにキノコか。いや、あそこのチェストにキノコ入れるのか。かまどか。かまどにキノコか。うん、じゃあ別にキノコはどっかに植木鉢に入れるとかじゃなかったのか。いやこれは不正。いや、このキノコもちゃんと使おう。全部使おう。あ、もう受け付けてくれないや。
受け付けてくれないや。ということでね、言うたらまだあるわ。言うたらまだアイテムあるわ。ということで、お疲れ様でした。まあ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 、いろいろありましたけど、ね。おお、マジ許せねえな、ドワンゴ、おい。許せねえな。なんで止まるの、こんな。マジで。なんなん？どうに。マジ、イオン許せねえ。イオン許せねえ。やっぱアウトレットだな。ということで お疲れ様でした。次は本当に30分で終わるか試してみよう。いや、これ無理だよ。30分で終わった人いたらちょっと本当に褒めるわ。はい。ということで。お疲れ様でございました。次回、この方の、続編があるらしいから、まあ、今日はちょっとしないけど、次やろっかな、続編。また。いやー、まあ、どうだろう。まあ、いろんな人の意見聞いて、やりますわ。はい。明日？明日？いや、ちょっと待って、ちょっと予定があるかどうか。ちょっともしかしたらね、予定があるかもしれないから。もしかしたら。もしかしたら、もしかしたら。ないので。じゃないので。いや、まあ、明日はわかんないけど、俺14日に、建築大会したんだよね、リスナーさんと。リスナー建築大会。してんだよね。14日。何の日か分かんないけど。まあ、これで来なかったりするの相手はマジ許さねえかんな、本当に。14は彼女とデートだからやめて。はい、立ち見しいね。はい、立ち見しい。いや、でも14日も分かんない。俺も言うたら。もしかしたら明日彼女できるかもしんないし。もしかしたら、もしかするから、言うてわかんないけど。まあ、できたらするわ。放送なかったら、察して。つまりそういうことなんだなって。はい。まあ、そんな感じでーす。というわけで、以上、郵便屋の不思議な屋敷でした。お疲れ様でした。また、お会いしましょう。バイバイ。